フラン QC、欧州ディープテックファンド、アマデウスエーペックスから7桁ユーロの出資を受ける、です。アマデウスエーペックスは、アマデウスキャピタルパートナーズとエーペックスベンチャーという2つのベンチャーキャピタルによって最近、設立されました。特にディープテック分野の、アーリーステージスタートアップ企業をターゲットにしています。彼らは、 初期投資の一つとしてプランキューシーに7桁の投資を行い、プランキューシーにとっては、これまでの総資金額は約600万ユーロ、約8.6億円となります。同社はこれまで、2022年6月に460万ユーロ、約6.6億円の資金調達ラウンドを実施していました。また、 プラン QC ーーの取締役会にアマデウスキャピタルの共同創業者でベンチャーパートナーのドクター・ハーマン・ハウザーが加わりました。ドクター・ハウザーはエーコンコンピューターや ARM などのテック系スタートアップの設立や投資を支援してきた実績があり、長年にわたり成功を収めています。プラン QC ーーはミュンヘン量子バレーと呼ばれる場所にあり、マックス・プランク量子工学研究所と ルートビヒマクシミリアン大学ミュンヘン校のスピンアウトとして設立された会社です。中性ストロンチウム技術に基づいた量子プロセッサを開発しています。追加情報はプラン QC のウェブサイトをご覧ください。